まあ、チームとしてまとまりを持って、まあ、堅守速攻っていうところを、まあ、テーマにやってきてますが、まあ、なかなか結果を結びつけることができず、まあ、勝ち点3を取れていないっていう現状をすごく悔しく思ってます。まあ、個人としては怪我からということで、まあ、3節目からのスタートになったんですけど、まあ、守備の選手でありながらも攻撃に関わるっていうところで得意のクロスからの得点っていうところが、まあ、まだまだ少ないなと思ってますし、より左サイドは攻撃的にもっとやっていきたいなとは思ってます。今シーズンは昨シーズンよりも、アグレッシブに前から守備に行ける時が多くて、まあ、前線でボールを奪って、まあ、シュートまで行くシーンもありますし、まあ、そういうシーンは増えたのかなとは思います。チームを勝たせれる選手になるためにも、まあ、攻撃ではやっぱりアシストだったり、まあ、積極的な攻撃参加をしていかなきゃいけないと思ってますし、まあ、守備としても、まあ、ほとんどの試合が1点差っていうところで、私たち守備陣がしっかりと守りきれれば防げるものではあると思うので、まあ、攻守にわたってやるべきことをやっていきたいなと思ってます。後半戦はしっかりと勝ち点3を積み上げていけるように全員で頑張っていきますし、やっぱり新潟で応援してくれているサポーターの皆さんのためにも全力で、プレーしていきたいなと思っています。応援よろしくお願いします。